まっチャンネルです。本日の動画は大青じたトカゲの松平さんをお迎えして、本日で240日8ヶ月が経ったご報告になります。今年のですね2月の27、28で開催しておりましたレプタイルズフィーバー2021の大阪で開催されたイベントでお迎えした個体になります。早いもので8ヶ月、この今映ってるグーさんとですね一緒にお迎えした、まさにグーさんの幼馴染と言っても過言ではない松平さんの本日ご紹介となります。早速ですね8ヶ月で、どれだけ成長したかっていうのを測っていきたいと思います。果たしてうまくいくでしょうか。515g。 ありがとう。ちょっとレナちゃん、ありがとう。これを水は口に入れて、それで測って、5、6、55 55 55 55。横で撮りたかったんだよな。はい、順調に大きく成長してくれてました。見た目で見てもですね大きくなってるのは本当にわかるんですけれども、こうして測定してみるとより実感度は増しますよね。459g、まだ28センチ大きくなっておりました。で、今は8ヶ月記念のご飯の準備中なので、肉食系の皆様はちょっとそわそわしておりますね。サバンナモニターのピザ出てきてました。ちょっと一旦退出していただきまして、本日はですねこの松平さんの8ヶ月の食事シーンの映像をですね流していきたいと、見ていただければと思います。完全ノーカット版になりますのでどうぞご覧ください。今うずら2匹と鶏肉とうずらの卵です。何から食べるでしょうか。もうご飯くれるの分かってるから。レナレナ、ご飯こっち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 、そっちじゃないそっちじゃないよ。レナちゃんご飯、今日は豪華ディナーですよ。そう、つけてひなうずらからいくか。やっぱひなうずらからできた。今日は我が家に来て祝8年ちゃう8ヶ月。8年言うたらもう大ベテランやね。いつになく豪華ディナー、3日ぶりのご飯です。いや、昨日実はちょっと肉ある。鶏肉を何を勝手にあげてんの。夜中にくれくれうるせえからもうしゃあねえなって、一切れだけだぞっつって言ったら二切れ入ってねえ。なのでね、興奮したな。おいしい、おいしい。どんどん食べよ。くちゃくちゃってさ、どうぞどうぞ、どんどん食べて。絶対ひなずれてんの。漁師の頭から食べますね。どうも食べ慣れてんもんな。どうぞ。全然噛めてないけど、バキバキって音がしいふんけど。ガチのこと言ってますよ。足が。美味しい。ぐちゃぐちゃ言ってる。ごっこするとぐちゃぐちゃ言ってる。お、卵いったよ。お尻押してあげたら。
じゃあ小分けにして食べます。いい上手な。そんなおさんでええわいって言って食えるわいって言って上手に食べるね。上手に食べた。うずら系が好きなんかな。うずらのお兄さん食べてからうずらの赤ちゃん食べる。そう、うずら系が好きなの。もういいか。どうするこれ。いくな。いかんわけがない。食いしん坊が。何もう、あ上手でしょ。上手な。終わり。鶏肉早い食べるの。あらパンパンやこれ上からと。何これパンパンやな。な。ごちそうさまでしたいな。おめでとう8ヶ月。8ヶ月おめでとう。ありがとう。かわいいな。元気に育ってくれて何よりです。もうないわな。ないわ。綺麗に送れた。送りました。すごいよなこの爬虫類系の送りな。送り方すごい。もうごちそうさま。ごちそうさま、うん、ないね。もうないの。なんぼでも食べれるからこの子は、ダメ。でも食べてくれへんことが一回もないからすごいな。巨食あったやん。え？音？あったよ。で生卵かけてさ、回復した。生卵で復活したな。そうです。味変せえって言ったよ ね、 だってね。味変事件があったか。それ以降ないか。それ以降ない。私は大ちゃんもうずらの卵あげようかな。では8ヶ月おめでとう。お、かっこいい。これなんで体と尻尾だけ色違うんやろな、こいつは。尻尾はこれ見たアザみたいなね。アザなんですよ、尻尾だけが。でも違います。目も全然違いました。カメラ目線かわいい。はい、いっぱい食べてくれてよかったです。満足げな顔もかわいいですね。食後ですね、あまりにもちょっとずっしりしていたので、再度ちょっと体重測定してみたんですけれども、なんと 32g 増加しておりました。まあね、もうサイズ的にはもうマックスなのかなというふうに思いますので、太らないようにですね、ご飯の与える量も気をつけていかなくてはいけないなというふうに思っております。まあ何はともあれ、無事8ヶ月をお迎えすることができました松平さん。アップの顔もとっても可愛いですし、カメラを近くにしてもですね、全く動じることのないマイペースで、おっとり系の子なんですけれども、末永くですね、健康で元気に長生きしてほしいと思いますので、今後とも最新の注意をですね、図ってめでていこうと思っております。本日はですね、これにて終了になるんですけれども、ご覧いただいてもし よろしければですね、高評価、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。明日はですね、幼なじみのクーさんの動画をアップしようと思っております。また明日もよろしくお願いいたします。まっチャンネルでした。